イスズ・キュービック PLV314K、川崎南部、バスキュービックはかつて、イスズ自動車が製造、販売していた大型の路線バスである。大型車のキュービック LV と、9メートル大型車のキュービック LT からなる。1984年3月に、昭和58年排出ガス規制に対応し、CJM、CQM 系をフルモデルチェンジして発売された。 幾度かの改良を経て2000年5月にエルガへフルモデルチェンジする形で生産終了した。イスズバス仮想指定メーカーの川駐車対工業が開発したキュービックボディは特徴的な外観を有する。前面は特徴的な一枚窓で左右には独特の三角固定窓を持ち運転席からの視野拡大を実現している。ワイパーはオーバーラップ式が標準であるが 公設地域を主として国鉄バスや札幌市交通局では平行連動式を導入している。車体はスケルトン構造を採用しているが外番の接合にリベットを使用している箇所も多い。当時のカタログにはリベットレス化を可能とするスケルトン構造と構成に優れたモノコック構造の長所を生かした骨組み構造を採用との記述がある。 日本車離れした全面のスタイルは、1971年の発表時に機能とデザインの調和が高い評価を受けた、フランスのベルリエ PR100 の影響を受けたと言われる。1984年の登場時は LV のみで、LT は少し遅れて1985年から仮装された。このため、LT の最初期に製造されたもので、革重車体工業製の車体を仮装した場合は、 KEDM430 と同じモノコックボディが仮装された。イスズシー LM-CJM から切り替わり、キュービック P-LV シリーズが登場した。標準の革重ボディでは外装にモノコック時代の製法を残し、他のメーカーでは見られないほど、革窓が天地方向に拡大され、車内外の見通しが非常に良くなった。屋根が非常に高くなり、 従来は天井に取り付けられていた降車ボタンが天井にり棒の支柱につくようになった。側面のリベットは通常はモールで隠されるが広告枠を取り付ける場合これが邪魔になり、事業者によってはリベット向き出しの仕様となった。この頃はオプション機器類の選択に自由度があり、事業者や年式によりバラエティに富んだ仕様の車両が見られた。冷房装置は標準では ジーゼル機器の分散型冷房か、集中型冷房であったが、日本伝送製を採用する事業者や、一部には、サブエンジン式冷房を採用した例もある。初期にはベンチレーターを搭載した車両も多かったが、この時期の他社ボディ同様に中期以降は、急速に姿を消していった。エンジンや冷房用のルーバーは、後期から角張った形状に変更されている。その直後にボディメーカーが、 川崎重工から IK ー地へ社名変更した。標準床と低床、都市型低床が用意され、主に全車2種が採用された。これまでの椅子図、川重ボディでは、低床型ではボディ全体を下げるため車内高は一定であったが、キュービック P 台、U 台ではボディ高さは床高さに関係なく一定であり、低床タイプの方が車内天井が高くなるという特徴がある。 なお、事業者によっては定点状タイプを特注する例もあった。イスズキュービック、宮城交通 u l v 3 2 4系、IK 高知1990年、平成元年排出ガス規制適合の際にマイナーチェンジが行われた。特徴的な前面以外は、車体のリベットレス化、窓枠指示方法などを大幅に見直し、同時期の他社製ボディと同等の構造になった。 特徴的だった大型の側面窓は、可変が若干持ち上げられ寸法が小さくなったほか、後面は凹凸のないフラットなデザインになった。冷房は、ゼクセルの集中形をビルトインしたものが標準採用され、他のタイプは見られなくなった。ルーバー形状は、初期は従来通り四隅に R のついた金網タイプであったが、中期は R のない完全な四角形となり、 その後他メーカーでも見られるようなパンチ穴方式のものになっている。1995年、平成6年排出ガス規制適合の際にもマイナーチェンジが実施された。さらなる低消化に加え前高を下げたことにより天井が低くなり、側面窓は上辺が下げられさらに小さくなった。よって、キュービック車体の売りであった、セータカノのバス、立ったままでも、 車内からの景色がよく見えるという特徴が薄くなっている。ワンステップやノンステップの登場を見越して、車体側面の構造自体が見直された。また、ステアリングおよびメーターパネルを含む運転席周りのデザインが変更され、このモデルから衝撃吸収式ステアリングが採用された。従来はオプション扱いであった角型テールランプやフロントバンパー両端のコーナリングランプも、 標準装備となっている。エンジンは8ポリエチレン 1S と8ポリエチレン 1N で、最高出力は 285PS2300rpm と 240PS2300rpm である。総排気量 15201cc。モデル末期にはワンステップ車もラインナップされた。そして、前面窓側面の三角固定窓を廃止。 ジャーニー系に近い曲面ガラス2枚窓を用いたモデルもオプションで加わり、東武バス、静岡鉄道、仙台市交通局、伊丹市交通局、宇部市交通局などに導入された。最初に東武バスが導入したので、東武面とも呼ばれている。形式は以下の通り、標準仕様、フロント3面窓オーバーラップ式、ワイパーオプション仕様、 フロント局面ガラスにマイマドパラレル式、ワイパーコンベンショナルなシャーシレイアウトの LV2、3系は、当初は2ステップのみで、低床車はタイヤ照景等の対応であったが、さらなる低床会は、低床専用シャーシを用いた l v 8系が1992年、V 型8気筒 8PD1 を右後に寄せて搭載した、フルワンステップ ULV870 リットルとして、 追加され、本格的な低唱化が始まる。バス低消車足とは、前後車軸ともトレッド間の高さを低めた、センタードロップアクすルと、後軸、パワートレーンについては、ハブリダクションやトランスファ等のギアボックスを用い、エンジンを隅に追いやるレイアウトを採用したものをいう。1998年には、直列6気筒6 HE1 型エンジンを後面に、寄せて横置き搭載した。 フルノンステップバスの LV832K が登場する。高コストの低床専用シャーシに対し、あと半分をコンベンショナルなパワートレーンに戻した低コスト普及版の前中ワンステップバスは KC 台から標準展開されたが、ワンステップバスの構造をベースとする前中、ノンステップバスは L がタイプ A を待たなければならなかった。PLV ULV 系のエンジンは水平式直列6、気筒で、高出力エンジン 6RB2 型は CQM、区下系のエンジンをそのまま搭載した。KCLV 系のエンジンはハイガス規制対応のため、路線バスでは珍しい V 型8気筒の8ポリエチレン1型を採用し、高出力エンジンはチューニングで対応する。1、LV 形式の先頭の数字が2ならやさす。 3の場合は、リーフサス。調低賞は8。2、LT1991 年に、東京都交通局向けのワンステップ調低賞車が、試作車として登場する。後部まで、ワンステップ低唱で、グライドスライドドアの3扉を採用した。構造的には、後の KCLV 系に用いられる V8.8、P エンジンを初めて、かつ右寄せ搭載し、 車軸の位置を下げることにより、後方に至るまで低床化を実現している。なお、排気管は左右に本出しなので、後方からの識別は容易である。1992年には、正式に形式を取得して ULV870 リットルとなる。ドア配置は全中比になり、中ドアには車椅子用のリフトが取り付けられた。東京都交通局では、 リフト付け超低小バスと称する。しかし特注の高価な車両のため、同局以外の導入例は、路線用では大阪市交通局の2両に止まっている。こちらは前後扉だが、どちらも一般的な折り戸を採用している現在、関東鉄道と関東自動車に移籍。1995年には、平成6年排出ガス規制に適合指定し、LV880 当時の東京都知事であった石原慎太郎の方針により、都営バスでは2005年度以降の除籍者の譲渡を中止し、環境規制の抜本的改革を理由に15条抹消を行ったため、国内での再運用はほぼ絶望的となった。2008年度から KC 会社については条件付きで譲渡を再開したが、大出力機関を搭載し、路線バス車両としては、 オーバースペックであったことや他社とは車体構造が異なることから高額な維持費がかかるなどの理由で解体業者以外の買い手が現れなかったため2012年までに全社が廃車解体され形式消滅となっている1988年に京浜急行電鉄が日野自動車と共同開発した京急型ワンステップバスが起源である 京浜急行バス京急型ワンステップバスも参照安価なワンステップバスを目指し、従来の中ドアよりも後部は一段上げ、後輪車チェックなどは通常のツーステップバスと同じものを用いる。新規開発部分は前輪アクスルのみとなり、安価にワンステップバスが製造できた。イスズキュービックの前中ワンステップバスは1993年に、 富士重工製車体は1994年に登場した。当初はすべて改造扱いで、京浜急行バス、川崎市交通局、東武鉄道、秋田市交通局、関西圏の国一部の事業者のみに導入されたが、1997年には正式にカタログに掲載され、一般に発売された。同時に、西日本車体工業製の車体を仮装した前中、 ワンステップバスも追加された。イスズキュービックノンステップ KCLV832 リットル国際工業バスキュービックのノンステップバスは1997年のモーターショーで発表し、翌1998年に LV832 系として発売された。当初は大臣認定者で排ガス規制記号が付与されなかったが、1998年10月に ハイガス規制に適合し、KCLV832 となった。1999年に CNG 車も設定。エンジンは中型車用の 6HE1TCN 型に下級機を取り付けたものを最後部に垂直横置きで搭載している。トランスミッションはドイツ ZF 製の ATE コマットをアクスルはハンガリーラーバ製を採用した。 LV832K ではバンパーにマフラーが埋め込まれているのも特徴であった。この構造はモデルチェンジ後のエルガにほぼ継承されたがエンジンスペースに限りがあり、その後のハイガス基準を満たすエンジンが搭載できないことや、山岳路線や高速道路の走行に必要となる大出力エンジンを搭載できないこと、追突時にエンジンが客室内に侵入する恐れがあり、 安全性に問題があることなどを理由として2005年で製造を打ち切った。この型の車両で初めてトーブと呼ばれる前面が誕生した。トーブバス以外ではバンドーバス、静鉄ジャストライン、伊藤市交通局などでも導入された。極少数だが西日本車体工業製の車体を仮装した例があり、大阪市交通局と京都市交通局に納入された。 バス事業者にとってはデザインの新規性と斬新さよりもメーカー間や世代間による運転席周りの際を極力なくしたいという意思は大きく BU 後継の新シリーズとキュービックの後継車種であるエルガシリーズはいずれも局面一枚ガラスに戻っているこのような例は海外にも見られアメリカの路線バスやロンドンバスなどで長らく独特な傾斜窓が標準となっていた 形式は以下の通り CNG 車は2014年5月現在新車導入された全車両が製造時に搭載されたガスボンベの使用期限を迎えもしくは車両の老朽化により除籍されハイブリッド車または通常のディーゼル車などに代替されているガスボンベの検査や交換作業に多額の費用がかかりディーゼル車や他の抵抗会社などと比較して 燃料費以外の維持費が高額であるため、他の事業者への移籍による再利用も難しく、ほとんどの車両が解体されている。CNG2 ステップパス、編集 E スズキュービック CNG2 ステップ NE、LV288N 名古屋市交通局さん、扉車1994年に CNG 車のプロトタイプが、KCLV280 改めとして登場した。 1995年に形式を取得して、NELV288-388 系となった。8PF1 エンジンを採用し、床下に高成ガスボンベを搭載するため、左側ホイールベース部分の重点口付近や後部にグリルが増設され、屋根には安全弁を装着している。また、永久磁石式リターダを装備する。1998年以降は、 ガスボンベがノンステップバス同様のアルミライナー製となった。東京都交通局、名古屋市交通局、京都市交通局、大阪市交通局などが導入した。形式は以下の通り CNG フルノンステップバス。編集1999年には高圧ガス保安法の改定により CNG 社のガスボンベに軽量素材が使用可能となったため日産ディーゼルと ほぼ同時に CNG ノンステップバスも試作的に製造開始。68エンジンを採用し、屋根に150リットルのアルミライナー製、ガスボンベを5機搭載し、路線バスのバリアフリー化と抵抗外化を両立した。東京都交通局、横浜市交通局、川崎市交通局、名古屋市交通局、大阪市交通局などで導入された。形式は、 KCLV832L 改めである。N 尺は製造されていない。試作的要素が高く故障が多発していたため、名古屋市交通局では研修者に改造されあまり使用されていなかった。この CNG ノンステップバスは、高圧ガス保安法に基づくガスタンクの対応年数の関係から、販売されたすべての車両がすでに廃車されている。 日産ディーゼルスペースランナー ACNG ノンステップバスも参照 WB4.8 メートルのみが製造され、形式は KCLV832 リットル回となった。蓄圧式ハイブリッド車車ャ地上設備の不要な抵抗会社として1996年に登場した蓄圧式ハイブリッド2ステップバス。基本的な構造は三菱不走。 エアロスターのンベックスと同様のパラレル蓄圧式ハイブリッドである 8PD-1 エンジンを採用し機械式 AT ナビを搭載していたしかしハイブリッド機構が 1700kg と重く効果も減速時発進時に限られることから重量増の割に満足できるものではなく加えて構造上低消化が不可能だったことから合計16台しか 製造されず、1998年で製造が打ち切られた。半数以上の14台を購入した東京都交通局では2006年3月までにハイブリッド機構を停止し撤去して使用していた。この際に抵抗外バスのドン部分に蓋をしたり、側面後方のシャッセ表記を消去した。東京都交通局以外の導入例は、 横浜市交通局と川崎市交通局に各一台である。N 尺車は製造されていないが、設定はあった。形式は以下の通り、道路交通法改正前の大型二種自動車免許試験車に大型幅の中型車両として LTK が採用された。道路交通法改正により、中型自動車免許が新設されてからは、 中型二種自動車免許試験車両として用いられている。イスズキュービック、富士重工仮装車 ULV300、富士重工業製車体の仮装例は、関東、東海地方を中心に多く見られる。この場合、1988年までは15型、その後は17型を仮装する。また、西日本車体工業製車体の仮装例も、近畿、九州を中心に。 西日本で見られる。こちらは1996年まで 58MC、それ以降が 96MC となる。ただし LV のみで LTA の仮想例はない。1985年から1988年の製作者に限り北村製作所によるスケルトンボディ仮想例も存在するが、これは新潟交通が PLV314Q に仮想した100台。 首木自動車が PLT312J に仮装した一台、日本赤十字社新潟県支部の献血車など、納入例は、ごくわずかである。北村製作所は、山形交通、首木自動車には、モノコックボディを仮装した LT を納入している。イスズキュービックに試行仮装車 ULV224 系関東自動車イスズバス製造が、 イスズ自動車の100%出身になった1996年以降、富士重工製車体の仮想例は激減した。このため、1998年以降の同社仮想車両はすべて改造形式扱いとなった。ありがとうございます。